6、7年ぐらい前から、まあ、あのちょっと暇を持て余して、まあ、手で何かするのが好きなので始めたものなんですけど、今はオンラインで売ったりだとか、あとクラフトフェアとかで売ったりだとかあのしてまして、まあ、2年前からは日本人の方に鍵紙っていうのも教えてます。まあ、私がそういう手作りだとかを好きな理由っていうのは、まあ、楽しい、自分が好きなので楽しい、であと実用的ですよね。例えばそういう、まあ、ここは寒いんであったかいもの、まあ、手袋だとかマフラーだとか自分で作れる楽しみっていうのはすごくあるし、 あとそういうあの技を他の人に教えるっていうのもすごくいいことなので、あの皆さんもそういうね、あのスキル、何かスキルがある方っていうのは、まあ、自分はあそんなんで、ね、そこまで上手くないしとかって思う方もいらっしゃるかもしれないですけれども、やっぱり他にもそういうことをあの学ぶことによって、あのそういう、まあ、ベネフィットっていうかあると思うので、そういうのはもうどんどんシェアしていってください。ですね、そんな感じです。で、あとちょっとだけ私たちの価値観についてお話をしたいんですけれども、去年あのグループで来られた方に質問されたんですけれども、まあ、まず自分でこういう野菜とか作ってて結局金銭的にはどれだけメリットがあるんだって言われたんですね。どれだけあのなんていうんですか、節約はしてるんですかって言われて、あの私たちは、まあ、あのそれは分かりませんっていうことで、まあ、そういういくらセーブしてるかっていうのは何も書いてるわけじゃないので、いくらっていうのは分かりませんけれども、まあ、こう全体的に見た時にもちろんこの食べ物を作ったりするっていうのは、まあ、もちろん食べ物、自分が食べるものですからそれはいいし、あとはまあエクササイズにもなるし、まあ、そういうふうにやってると他の、ね、人が声かけてくださったりだとか、そういうことでコミュニティも生まれるっていう、そういうあの、まあ、ベネフィットっていうのはもちろんありますし、あと、まあ、さっきも言いましたけど、私はまあ週3日しか働いていないし、でもフリーランスで働いているので仕事をしたりしなかったりなんですけれども、まあ、十分暮らしていける、あの、まあ、こういうふうにね、美味しいものを食べて、まあ、健康で、うん、まあね、年に1回ぐらい旅行とかにも行って、もちろん映画を見に行ったりとかご飯を食べに行ったりということもできますから、まあ、キツキツでやってるわけじゃないですから、十分幸せにこうやってやっていけるので、まあ、そういう方が、そういう暮らしができるのに、まあ、ガーデンやったりだとかパーマカルチャーやったりというのがすごくあの助けになってるなっていうのは毎日の暮らしを通して分かります。なのでね、すごくもう海外旅行とかラスベガスとか新しい車とかそういうのはもちろんねないですから、そういうのをしたければこういう暮らしはちょっと難しいかなっていう感じですね。あとはまあ、そういう道具とかも中古品とかもらい物とか、まあ、野菜とかもですけど、友達があこれすごいいっぱいできたけどあのもらうとか、あ私もすごいあるからこれはとか、あのそういうのをやりながらあのやる関係っていうのもありますし、まあ、仕事をね、仕事でやってるわけじゃないので、そういう他の時間で例えば私だったら絵を描いたりとか物を作ったりとかもいっぱいできるし、デープはデープで他に興味があることに費やせる時間、あとまあ2人で一緒にいる時間っていうのも作れますから、まあ、そういうことに私たちは価値を見出してやってるっていう感じですね。そんな感じです。何か質問ありますか？質問とかある？何でもいいですよ、質問。ここのエリアはどういうエリアなんですか？このエリアはですね、シアトル、このエリアはどちらかというと低所得者が多い場所なんですね。でも今多分パッと見ても分かると思うんですけど、新しいタウン、ね、あのコンドミニアムだとかタウンホームとかもバンバン建ってますので、あのジェントリフィケーションって言って、そういう昔は本当にもう低所得者とか有色人種、あと移民の方がバーって住んでるところなんですけれども、やっぱ地価がちょっと上がってきたので、そういう人たちはもうだん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 もっと南の方ですよ。例えばの空港の方だとか、もうちょっと南のケントンというところだとかにもう追いやられてるっていうのがあの事実ですね。なので、まあ、今でも移民の方は結構いますけど、ここの郵便番号っていうのが98178っていうんですけど、そこは確かなんかこの国アメリカの中で一番あのディバーシティっていうんですか、一番なんて言うんでしょう、民族の種類が多い地区らしいんですね。あの話してる言葉が一番多い地区らしいです。なのでやっぱりあのすごく面白いんですけど、このレイニアアベニューというのが道、もう一個側は道なんですけど、結構広い道で、そこからこっち側はあのもう結構白人多いですね。でもそこからあっち側、あとマーティン・ルーサー・キング・ジュニア・ウェイっていうのがちょっと先にあるんですけど、やっぱその周りになるとやっぱ黒人の人が多いんですね。だからやっぱりね、今の時期っていうかご時世っていうか、もうそういうあのなんて言うんでしょう、そう人種差別っていうか、そう隔離っていうのは
されてないですけど、でも結局のところはされているっていうのはやっぱ感じますね。うん、だこの辺はやっぱりね、まあ、いろいろ混じってますね、この地区は。なんていう地域？ここは、ここはね、コロンビアシティっていうんですね。この多分5区画ぐらいですかね、コロンビアシティって言って。そのレーニア通り沿いはあのレストランとか結構ショップとかもあって、ちょっとヒップになりつつあるんですけれども、まあ、それによって地価も上がってくるし、だから白人、まあ、若い白人のプロフェッショナルですよねが多分もっともっと増えてくると思います。あの将来はこうオーカスアイランドみたいなもっとこう自然がある場所に行きたいと思っていますか？そうですね、なんかすっごい田舎にも行きたくないんですね、なんかそうなるとやっぱり車、ね、にすごく頼ることになっちゃうし、こう人から離れすぎてるっていうのも、あのあまりなんですけど、私も聞いたんですよ、オーカスに住みたいのかって言ったら、オーカスには住みたくないらしいですね。やっぱ島なんで、やっぱフェリーがないといけないっていうのは大きいですよね。なので、まあ、ここほどこう人は多くなくて、でも田舎でもない中間ぐらいのところっていうのを考えてます。例えばのベリングハムっていうところを、あの行かれた方いるか分かんないですけど、ここから多分 2時間ぐらい北のところなんですけど、まあなんて言うんでしょう、小さな町っていう感じ、まあ町なので揃ってるけれども、あの、まあ、ここまで人してないので、結構あのブロックスの研修生ベリングハムに移住してる人たちが多い、でデーブの相棒、もう一人の相棒、あの、まあ、一緒にデザインあの事業をやってる、あのポール君とかもそっちに住んでて、そうなんですよ、まあ、そういうのにちょっと興味があるみたいな、まあ、ちょっとそういう話をちらほらしてますけど、でもあとはやっぱり俺が前デーブに話した時は、そのなるべくブロックスの近くにいたいっていうのを言っていて、やっぱりあそこのね、なんていうか知識とか知恵、そこにアクセスできるっていうのはものすごい財産だし、道具とかも揃ってるし、食べ物も揃ってるから、そうね、まあ、彼はあのミッドウェストの出身なんですけど、ウィスコンシン州の出身なんですね。だからちょっとそういう夢はあるみたいですね。あの実家はミッドウェストに帰りたいっていう夢あったみたいなんですけど、ちょっと私は無理だすいません。寒いし、やっぱりね、ここはやっぱりアジア人にとって住みやすいところですね、ホーストの方は。やっぱ中に行っちゃうとやっぱりもう本当白人ばっかりすごい分かれてるんですね、ここみたいじゃなくて。だからちょっと、日本は、日本は、デーブは住みたくないってことですね。お互いの故郷には住みたくない。真ん中、真ん中が。デーブはちょっと日本のカルチャーには馴染めないって言ってますね。うん、なんでとか言って、家あるよとか言って、畑あるよとか言って。横は別に戻ってもいいの？ああ、まあ、別に絶対嫌ってことはない。あ、そうなんだ。デーブが、ユリコとは違うね。ユリコは絶対嫌じゃん。あ、そう。なんで、だから多分まあこの辺のどこかで、って感じかな。ちなみに姫路だっけ？うん、うん、そうです。姫路出身。はい。来てください。お城開きます。他にある？デーブはフリーランスではどういう仕事をされてるんですか？デーブですか？デーブは、学校、大学とかでパーマカルチャーを教えたりだとか、あとプロックスで教えたりだとか、あとは一応デザインもやってるんで、あの、まあ、本当に誰かからコンタクトされて、こういうデザインやってくれませんかっていうのを、あのそのダグブロックとポール君っていう人と3人でやってます。あと本も書いたので、今年の終わりかなくらいに出版されますけど、パーマカルチャーのなんか、まあ、多分全体的な全体像が見えるような新しい本、今なんかパーマカルチャーの本はめちゃめちゃ出てるんだよ、もう毎年新しいのをどんどん出てて、なんか一般化されつつある、だから今までの有機農業の流れと一緒で、アメリカだと有機農業だと大体海岸沿いの人たちはもう知ってるんだよね、でそれがかっこいいみたいな感じになってて、そこから今新しいパーマカルチャーの流れができて、どんどんパーマカルチャーっていう言葉もいろんな前では見ないような媒体に出てくるよ、多分こうね、なんかパーティーとか、 なんか集まりとかに行って、あ、何やってるのって聞かれて、デーブとかがパーマカルチャー教えてますよって、おー、パーマカルチャーとかって結構知ってる人が多いんで、おーって感じよ、